お、すごい。あ、でも気持ちよかった。うん。ポカポカ。なんか銭湯のお湯って感じだね。うん。そうそうそう。そうそう、東京の銭湯。よかった。匂いがね、なんか懐かしい匂いした。そうそうそう。でも気持ちよかった、すごい。バッチリ整いました。整いました。飲み行きましょう。すげえな、混んでんだ、アメ横。陸旅です。今回は上野駅にやってきました。あのホテイちゃん系列でステーキとワインが楽しめる店があると聞きやってきました。街角酒場三太郎さん、16時開店。まだ新しい店内は綺麗。座り席と立ち飲み席、立ち飲み席にいる人とテーブル席の人の目線が合わないのがいいですね。工夫されてます。メニューはたくさんあります。ホテイちゃんと被るものがほとんどですね。飲み物はシャンパンやカクテルが豊富です。1杯390円から楽しめます。ボトルワインもあります。カットステーキメニュー、三太郎さんオリジナルのパスタとピザ、どれも安くて期待が高まります。1杯目は生ビール。風呂上がり整い後のお決まりのビール。喉越しが最高すぎる。喉越し最高。あ、うまい。最高。美味しそうに飲むのを見るのもいいですね。ネギがたっぷり入ったネギトロ、添えられているのは韓国海苔でした。ネギトロは間違いなく美味しいです。韓国海苔合うのと思うけど、塩気がいい塩梅でつまみです。来ました、カットステーキ。この音、熱々の鉄板ジュージューでやってきた。これです、サイズ。つまむ量にはちょうどいい。肉肉しいです。中はしっかりレア。焼き加減よし。ソースも和風でニンニクとブラックペッパーが効いててパンチがありますね。このタレで酒飲める。ビール加速。早くワインが飲みたい。基本の泡ワインというものを頼みました。390円。楽しみにしてた肉とワイン。ああ、飲みやすい、飲みやすい。ステーキと赤ワインかなと思ったけど、シャンパンの気分。すごいからね、ニンニクゴロゴロ。チキングリーンカレーを頼みました。ニンニクがたっぷり入ったグリーンカレーです。チキンもゴロゴロ入ってて、美味しそう。ニンニクの鉄板焼き220円というメニューがホテイちゃんでは大人気ですね。なんかそれも楽しめるって感じ。グリーンカレーも本格的で辛い。うまい。シャンパンが速攻なくなったので同じもののボトルを頼みました。すっきりしてて飲みやすいです。後から甘さが来るので泡が苦手な人でも飲めるかも。きれい。じゃあこれ、はい、今夜は泡を楽しみます。すごくね、唐揚げとポテト。香りはないんだよね、唐揚げは。居酒屋定番メニュー。いいね。あると頼んでしまうよね。唐揚げがジャークチキンの味付けだそうです。量がいいね。香りでスパイス感じます。ジャークチキンってどんな味って聞かれるとよくわかんないけど、絶対にどこかで食べてますよね。合いますね。白の泡合う。うまい。やばいわ、なくなっちゃうよこれ。なんか速攻でなくなりました。ちょっとね、おかわりするか検討します。今だけです、こんなこと言ってるの。飲めちゃうわな、これな。チリコンカンとチリコンカンと焼きバケットを頼みました。なんだろう、この香りが、やっぱシナちょっとシナモンっぽい香りしてな。すごい複雑な香り。
チリコンカンってトマトやタバスコの味のイメージだったけど、これはデミグラスソースちょっと感じますね。それとシナモンの香り、私たちが好きなパンの実開始。チリコンカンって給食に出た記憶があります。でもこれは大人なチリコンカン、大人チリコンカンとパン、パンと泡を楽しむ私たちは大人。うまい、踊ってる。これ飲みとか関係ないんだけど、はい、何でしょう。これコンセントあるのちゃんと。そうよ。で、後ろの席にもあるのよ。おう、あ、いや、いいんじゃない。これはとっても嬉しいですね。充電なくなっちゃうからね、すぐ。え、すごいな。あと Wi-Fi もあるし、ね、すごくお気遣いがいいお店です。うんうん、2杯目じゃない、2本目、2本目のボトル、赤の泡を頼みました。すごい綺麗、泡浴が止まりません。はい、今夜は泡を楽しみます。微発泡、酸味と甘さがちょうどいいです。おいしい。一気飲みしてしまいました。ブドウジュースじゃないよ。やっぱり赤にはビーフシチューかな。ビーフシチューだね。ここの店の三大肉店制覇したから、これで。美味しそうだね。わ、これホルモンのやつじゃない。大きなお肉がゴロゴロいます。柔らかくてホロホロ、うん、サラサラめなビーフシチュー、さっぱり食べられるから重くない。見よこの肉のデカさ、大きい大きいよ、結構頬張ってるよ。おいしい、楽しい。コロッケ注文。おー、いいね。学生の頃、近所のスーパーで安く売ってるコロッケをおやつに食べる思い出。チープな味だけどあれがうまい。コロッケっていつ食べてもうまいよね。洋食屋さんのコロッケみたいな感じだね。洋食屋さんのコロッケ。大人だからコロッケと赤泡で楽しむ夜。え、これが赤エビとアスパラ春菊のジェノベーゼです。サンタローさんのピザもね、絶対食べたかった。具がたっぷり、四角いパンピザみたい。こんなにボリューム大で500円。ニンニクたっぷりのジェノベーゼ、エビプリプリ、アスパラもシャキッと甘い。後からちゃんと春菊の香り感じる。バジルと喧嘩してない。その時飲んでる酒をさ、うまいね。その時飲んでる酒はうまい。そう、忘れてた。まあまあいいね。おお、美味しすぎてタバスコの存在を忘れていました。はいよ。タバスコをかけずしてピザは食べ終われない。やっぱり美味しい。ボトル2本開けちゃう夫婦です。いつの間にかなくなってました。塩昆布ナポリタン注文。ナポリタンと塩昆布、なさそうであったコラボレーション。しかも塩昆布の下にね、生ピーマンいるんですよ。センスがいいですね。家でも真似できそう。これすっごく美味しい。つまみパスタ、酒飲みたくなる。ケチャップが強くないナポリタン、程よい酸味のソースが平打ちパスタによく絡みます。味も重くないから進む。どんどん進んでる。何？何の動き？とっくに飲み越した酒をまだあるかのように探す。これは水。パスタ一瞬でしたね。爆食いボトル2本頼んで結構金額いっちゃいましたけど、もう本当ドストライクでした。さすがホテイちゃん系列、ごちそうさまでした。また来ます。2軒目は立ち食い寿司アメ横二郎さん。アメ横の中に立ち食い寿司を発見。大きな看板などないので一見分かりづらいです。注文は紙にて記入。1貫100円から。日本酒も豊富です。あ、そうだね。ピアで雪の帽子を頼みました。いちごサイズです。いいね。2軒目乾杯。温まってます。この眺めいいですね。店内はこんな感じ。小さいながらも居心地がいいです。店先にビールケースを重ねて作った立ちテーブル、いいですね。この雰囲気好きです。
遊びながら撮ってるサムネ候補。ちょっと人がはけてきたね。はけてきた。夜7時半、アメ横の夜はまだ始まったばかり。こんな感じです。すごいね。来ました。マグロ、ハマチ、マグロ、ハマチ、サーモン、で涙巻き、うん、でタレはついてるそうです。綺麗なお寿司、綺麗なマグロ、ね、各種包丁の入った綺麗なマグロ、赤身なのに程よく脂が乗ってます。美味しすぎて言葉出てきません。職人技が光る美しいお寿司、日本酒に合う。ハマチ、ハマチも脂乗り良くてとっても美味しい。進むね。さっき泡ボトル2本開けたよね。涙巻きを食べます。辛いけど酒進んで好きです。この辛さ癖になる。いただきます。仲間とするとこの顔を、仲間とすると2本目ね、進みます。どのサーモン、あ、サーモンうまそうだね。これも美しいサーモン、ちょっとお醤油ついてあります。いただきます。酔っ払いじゃないですか。やっぱりね、美味しすぎて言葉出てこないんですよ。サーモンはみんな大好きですよね。ぜひこの美しいサーモンを食べてほしい。寒い夜なのにビアをどんどん飲む夫婦。そろそろ体が冷えてきましたね。このはんぺんもさ、おでんを注文。すごい専門の、超立派じゃない、そこに売ってない感じの。とっても大きい。熱々のうちにいただこう。めちゃくちゃうまそう。でここにほらとろろ昆布が、ああそういうこと、ちょこんと乗ってるとろろ昆布が粋ですね。こんなだからね、このすごい分厚い大根なんです。寒い夜に染みますね。美味しい。鉄火巻き、鉄火巻き注文しました。美味しいよね。もう2人して無言です。おでんの卵、おでんの卵ってつい残しておきたくなるのは私だけ。卵の特別感、見切りが来ましたね。最後の一貫何食べる。私はいつも絶対サーモンだけど、今日は2人で即答でマグロ。最後の一貫仲良く同時に食べてます。日本酒も最後。美味しいね。シンクロしてる仲良しか。職人さんが握る美味しいお寿司が激安でいただけます。お寿司だけじゃない、つまみもうまい。激安で贅沢が楽しめました。ごちそうさまでした。本日3軒目、締めに立ち食いそば屋さんに来ました。このおそばのオブジェ、これ普段動いててね、面白いです。仕事帰りによし、酒の締めによし、小腹を満たしたい時もよし、私たちも何度もお世話になっています。なぜか無性に食べたくなるときにいつでも出迎えてくれるあったかいお店です。あったかいですね。はい、カレーセット、はい、締めのカレーセットが来ました。かけそばです。立ち食いそば屋のカレーが好きすぎてそばそっちのけて食べます。じゃあ五目そばです。ジャンボ五目、ね、ボリューム大、かき揚げ、いなり、わかめ、山菜、温泉卵が乗ってます。オールスターですね。ボリューム大、締めの量ではないけどうまい、うん、今回もたくさん食べて飲みましたね。上野はよく来るけど今回は初めてのお店で新たな発見ができました。やっぱり上野って楽しい。明日行こう。行かないけど行きたいってなっちゃう。次回よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。上野はやっぱり楽しい。最近は新しいお店も増えて開拓も楽しめますね。上野第2弾3弾どんどんやっていきたいです。この動画がいいと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。リクタビでした。またね。